奥方様、もう少しにござりまするぞ。奥方様、お気を確かに、もう少しにござりまする。大吾様か。この地獄堂へ入られたということは、神仏を捨てこの鬼神たちにもはやお止めすることはできますまいが、もう一度だけ言うておきましょう。大吾様、御仏の道を外れるは下道、下道にあるは人にあらず。踏み出せばこの先あなた様を待っているのはただ地獄。商人殿、地獄とはこの世のことよ。そなたらが日がな一日拝んでいた御仏の道などどこにもありはせぬ。ではどうあっても、知れたこと。ありがたき、これで救われまする。仰せの通り、今の世は地獄。日々祈りは虚しゅうなり、いずれ我がうちに御仏への疑いが生まれるやもと、その前に死ぬるは何より。大吾様、鬼神に近づいてはなりませぬ。生きながら下道に落ちては。もう落ちておる。十二の鬼神に言う。我が名は大吾景光、加賀の国守護職富樫正親様の配下にしてこの石川領領主である。度重なる飢饉と流行り病によって我が領土も民も死を待つばかりに痩せ衰えた。このままでは生涯の望み、我が名を天下に轟かせることなど夢のまた夢なり。だが神仏にすがろうとは思わぬ。これから申すこともそなたらへの祈りではない、取引である。もし我が領土を守護し我に天下を握らせるならば、それより他に我が手に入るものをやろう。よいか、何でもだ。そなたたちの好きなものを取るがいい。返答やいかに。
かがした？殿。生まれたのか？それが。なんだ、はっきりいたせ。殿、生まれました。男の子にございます。お方様。四つにか、出かけたぞ、奥。殿、お待ちを。何事が起こったのか。死んではおりませぬが、手足どころか目も鼻も皮膚もなくなってしまいました。手に入るものをやろう。何でもだ、そなたたちの好きなものを取るがいい。殿、私は儚く愛おしいと思いました。どのような姿であろうとも、間違いなく殿と私の子にございます。かなったぞ。これで我が望みはかなった。殿、鬼神が取引に落ちたのだ。案ずることはない。よくぞ産んでくれた。どうするのです、その子を。どこへ。待って。忘れよ、あれは初めからいなかったのだ。いいえ、奥方様、まだ起き上がってはなりませぬ。殿、おじいよ、あの子。奥、あれではどうせ長くは生きられぬ。ならばなおのこと、我が胸で。いい加減にいたせ。赤子はまた生まれよ。いや、産んでもらわなくてはならん。天下の世継ぎとなろうからな。先ほど雷が落ちた時に弾け飛んで、サンバが何かの身代わりではないかと。身代わり。第五の巻。何の因果か知らぬが、これでは生きてる方が地獄だろうって。さあ、あの世で仏様に拾っておもらい。なんだろうかね、こんなことは慣れっこのはずだが。お前、生きたいのか。お前さんの運次第だ。におうね。こりゃ悪さの匂いだ。しでもない。何やら因果な匂いだね。加賀国境にある大吾景光の領地が度重なる飢饉を乗り越え、繁栄の一途をたどり始めたこの日、鳴き声さえ上げられぬ小さな命の塊が人知れず消えていったことを、
領民の誰一人知る者はなかった。この頃戦は常にどこかで起こり、人の命は石ころのように転がっていた。車輪法脈前南四前四に、もしお前様が近頃仏に失った手足をつけて弔っているというお医者か、樹海とか申される、まことにご奇特な。いや、ただ試作したものを捨てるよりはと思っただけのこと。それでも仏は喜びましょう。文殊阿弥陀仏修人よ、脈打ち打ち脈打ち。さあとっくり見てってくれ。どれもこれも都の牧場品だよ。ほら、この着物は貴族のお姫様が着ていた本物の絹。お姉さん、触ってみなって。おっと、この壺はなんとあのヤマタノオロチの坂亀だ。他じゃ手に入らない掘り出し物ばかり。安くしとくよ。買ってくれたらこの星魚もおまけでつけちゃう。さあ、早いもん勝ちだ。キュー、見つけたぜ、ドロロ。こいつは俺たちが運んでいたもんだな。どこにそんな証拠があんだよ。やかましい。腹減って死にそうだって言うから荷物番に雇ってやるや。これだ。聞けばあちこちで似たようなことやらかしてるそうじゃねえか。大した玉だぞ。見つけたら懲らしめてくれって頼まれちまって。はあ、このご時世子供だからって油断する方が間抜けなんだ。勉強になったら。ああ、だからもう手加減はしねえ。大人と同じ仕置きを受けてもらうぜ。待て、このガキ。お前らみたいな薄のろに捕まるかよ。すいませんね。ほら、ぼーっとしてないでちゃんとお礼言いな。母ちゃん、今日お祭り？何言ってんの。こないだ終わったばっかだろ。だってあの兄ちゃんお面つけてた。ああ、くそ、どこ行きやがった。あ、なんだ。うわー、くせ。うわー、もう踏んだ。そいつで面洗って出直してきな。もう勘弁ならねえ。面白かったけど、あの荷物は残念だったな。上物だったのに。また次の間抜けを狙うか。なんだお前、おっかちゃんとはぐれたのか。腹減ってんのか。しょうがねえな。いや、ダメだ。お前はこれから一人で生きてかなきゃなんねんだ。甘やかしちゃお前のためになんねん。人に頼らず自分で取ってくるんだ。ダメダメ、お前のために言ってんだからな。あ、もう逃がさねえぜ、ドロロ。おい、そいつを放せ、放せよ。こいつはお前のか。だったらお前の代わりに痛い目見てもらおうか。やめろ。じゃあおとなしくしな。これで懲りたろ。二度と悪さすんじゃねえぞ。このガキ、当たったねえのか。もういい。おい、さっさとこの町から出て行けよ。いいな。いやだ。オイラは誰の指図も受けねえ。どこにいようとオイラの勝手だ。
そんなに死にてえか。望み通りにしてやる。おい、そこのむしろ持ってこい。砂切りしてやる。はいよ。おい、何やってんだ。早くしろ。親方、なんか気味悪いやつが。なんだ。あの顔、人形みてえだ。目ん玉のだよ。どこ見てんだか。確かに気味悪い。おい兄ちゃん、なんか文句あんのか。俺たちがガキいじめてると思ったら大間違いだぜ。いじめられたのはこっちだ。おい、聞こえてんのか。ま、やんのか兄ちゃん。違う、あいつが見てんの多分俺たちじゃねえよ。あの目。俺たち通り越して後ろ。なんだよ、後ろなんか誰もいねえよ。なんでゴミが流れてきただけじゃねえか。なんだ。食われちまった。まあ、あんたのその顔、目も耳も作りもんだよな。なんで周りがあかんだ。でもその耳じゃ聞こえないんだろうけどさ。ダメだ、おいら目を閉じたら怖くて一歩も歩けねえ。なのに兄ちゃんは杖もなしに走ったり飛んだり。一体どうなってんだよ。え、なんだよ、どうしたんだよ。怪我したのか。参りました。精がつきますぞ。この多宝丸が調理いたしまする。それは楽しみな。あの日もこんな雨だった。
決まる。顔が、なんだ、どうなってんだよ。あんた、何なんだ。人間なのかよ。この時代、旅とは文字通り命がけであった。遭難、追い剥ぎだけでなく、怪我や病気も即命取りとなる。旅の途中で消息を絶つことは決して珍しくなかったのである。やろうか、やろうか。おや、こいつは。バンダイの巻。やっぱ見えてる。どう考えても見えてるって。な、見えてんだろ。出なきゃバケモンとあんな風に戦えるわけねえって。すげえ強かったもんな。その腕ただで転がしておいちゃもったいねえ。なんかこう、おいおいってば。いつもああやってバケモン退治してんのか。その腕の剣どうやってついてんだ。それからこれ、あんたの顔から落ちて新しい皮が生えた。こいつはよく見りゃ作り物だけど、今のあんたの皮は本物だろ。どうなってんだ。聞けよ。うん、完全に見えてるだろそれ。なんでだよ。オイラと話したくないのか。どうしてだ。うわっ、待てよ。ごめん、しつこすぎた。すげえ。うわっ、待て待て待て。生はよくねえって。少し待ってなよ。うまそうな匂いがしてきたら。塩があるといいんだがな。まあしょうがね。ほらよ。はあ、そうしてると本当に見えてねって風だよな。耳も聞こえず口も聞けね。ほんと不思議なやつだなあんた。まあいいや。その腕金にしねえか。オイラに任せりゃ絶対稼げる。お大臣だって夢じゃねえな。あんただってそう思ってるからオイラを追い払わねえんだ。そうだろ。百鬼丸にはドロロの姿も声も届いてはいない。だが百鬼丸には生まれながらに見えているものがある。魂の炎とでも言うほかない。重要なのはその色だった。敵、憎悪、またはこの世ならざる者、それらの持つ色が百鬼丸に危険を教える。魂の色を見る力、そして常人ではない感覚と身体能力によって百鬼丸は彼の暗闇の中を生きてきたのである。今百鬼丸がドロロを放っておくのはその炎の色が危険ではないからということでしかない。ただほら、この小さいのはオイラの焼きチン。通り過ぎることなく長く自分のそばにとどまる炎は
彼にとって二つ目だった。なんか寝言言ったかい？そっか、聞こえねえもんな。うん、なあ、名前くらい教えてくれよ。オイラはドロロだ。ドロロ。あんたは？って無理か。いや、もう七しのゴンベで。おやすみ。おーい！来た来た。早速あんたの腕で稼げる話を聞いてきた。とにかく来ちゃった。この先の村に化け物が出るらしいんだ。村に立ち寄った旅人とか村の人が時々行方知れずになっちまうらしい。そいつをこないだみたいに退治して霊金をもらうんだよ。人助けしてオイラたちも儲かるな。いい考えだろ。なんだか金持ちそうな村だな。本当に化け物なんか出るのかな。はて、化け物とおっしゃいましたか。化け物がどうかしましたか。どうかしたのはこの村だろ。知ってるぜ、困ってるって。いい話を持ってきてやったんだ。なんとこのお兄さん、化け物退治にかけちゃ天下一品。一つ頼ってみなよ。え、本当にそんなことができますので？大出来だよ。こないだもこんなでけえ化け物はたった一人で細切れにしちまったの。この目で見たばっかりだ。おお。どうよ、頼むだけならただだ。騙されたと思ってさ、な。それはもう願ってもないことで。退治していただけるなら村でできる限りのお礼も。ああ、皆の衆。うん、いや、話が早いね、村長さん。ああ、いえ、私は名代を務めます伝吉と申す者で、村の王様バンダイというお方なのですが、何分足を悪くされまして。ふーん。とにかく私どもの家をお使いください。大したものもございませんが、お食事など。おお、いや、ほんと話が早いね。こちらでございます。極楽。へえ、こんなに食べたの久しぶりだ。でもさ、化け物に困ってる割に贅沢な暮らししてるよな。見たとこ大した田んぼもなかったし、なんで儲けてんだろうな。ん？
どうかなさいましたか？化け物が出ましたか？いや、出たけど、今日は様子見だ。大したことなかった。そうでございますか。おはようございます。お目覚めでございますか？バンダイ様がお二人にお目にかかりたいと。バンダイ？ああ、村長の。はい、ご朝食も差し上げず申し訳ありませんが。いいよ、分かった。あちらの屋敷でございます。すげえ。では。なんだい、ずいぶん暗いな。今明かりを。このようなお見苦しい姿、お許しを。足を患っておりますので、私がこの村の長、バンダイでございます。坊や、私の顔に何か。いや、綺麗だなって。恐れ入ります。お呼び立てして申し訳ございません。村人の話を聞いてどうしてもお会いしなければと。特にそこのお方、もしやと思っておりましたが、やはり。え、知ってるのか？うわっ！何をなさいます？おい、何するつもりだ。この人は人間だぞ。バンダイ様、こいつ腕から剣が生えてやがる。早く取り押さえろ。やめろ、あの人は化け物じゃない。おやめください。危ねえ、動けんじゃねえ。そいつも仲間だ。離せ。土蔵に連れて行け。ことだよ。ゆんべの化け物には指一本動かさねえで、あんな優しそうな人にいきなり切りかかろうとしてさ。分かったよ、あんたほんと見えてねえ。何も見えてねえんだ。ずいぶんとにぎやかだね。お仲間ができて嬉しいよ。なんだい坊さん、あんたも捕まってんのか？化け物が出るってんで見物に来たら、寝てる間に連れ込まれちまった。どうして？さてね、案外これが行方知れずの種明かしかもしれないね。え？それよりお前さんには見覚えがある。見覚えって目見えるのか？あたしらは目開きには見えないものが見えたりするんでね。そっちの方がよっぽど確かだったりすることもあるのさ。なんだよ、見えないものが見えるって？例えば今私にはお前さんが綺麗な真っ白い炎に見える。炎？言ってみりゃ魂さね。見てくれじゃない、中身が見えるのさ。魂？中身？もしかしてこの七品ごめんも坊さんみたいに見えるのか？かもしれないね。じゃあさっき刀抜いたのは。今度はなんだよ。気をつけ、妙な気配だ。わっ、何も見えねえ。大丈夫、あたしらには同じことさ。どうなったんだ今の声、なんだよ。いいからついておいで。どうやらこの井戸は外に通じているらしい。見えねえよ。いや、怖い。大丈夫、ほら外の風だ。あれ、ここって？あそこにお連れがいるよ。ああ、また私を切りにいらしたのですか。このような病人を一体なぜ？無駄だよ、私らにはお前さんの中身しか見えないんだ。色は？そうさね、
今見えてるのはドス黒い血のような赤、最悪の色だ。さっき食い損なったのは惜しかった。わかってるだろうが、そんな奴は化け物なんて可愛いもんじゃない。鬼神だ。鬼神。痛くねえのか。ワンタイ様、お逃げください。化け物逃がすんだ。どういうつもりだよ。お前さん知っていなすったね。知ってて旅人を食わせてたんだ。そうしなければあの化け物は村の者を食らいますんで。だからオイラたちに退治してほしかったんだろ。あいつを倒せばそれで解決じゃないか。どうやら退治してほしかったのはバンダイじゃなかったようで。は？間違いない。お前はよもや生きていようとは。あれが奪い損なった。そのせいか、あれだけがお前を取れなかった。残りを取り戻す気か。面白い、できるものなら。バンダイ様。やろうか、やろうか。あいつ、なんだ、なんだこれ、大金だ、すげえ。バンダイに食わせた旅人の金だね。え、どういうことだよ。うちの村は他に稼げるネタもなくて、化け物のバンダイ様に乗っ取られた時はもう終わりかと。でも最初にバンダイ様が食った旅人がかなりのロギンを持ってたもんで。味を占めちまったってわけだね。なんだよそれ、最低じゃねえか。化け物よりもっと。うわあ、止めてくれあの音。お前さんが退治してほしかったのはあれかい。最初にロギンを奪った旅人が持ってたお遍路だったんだ。悪かったよ、バンダイ切ろうとしたあんたにひどいこと言って。見えてなかったのはオイラだった。聞こえてねえか。案外気持ちは通じるよ。気にすることはない。目が見えてるもんなら騙されて当然さ。っていうか、似てたんだ。ん？死んだおっかちゃんに似てた。そうかい。なんだよ、急に。ガキ扱いすんな、七子野郎のくせに。なんだ、字が書けるのか。坊さん、なんて書いてあるのかわかるかい。どれ、触れさせてくれるかい。百鬼丸、あんたの名前だね。へえ、百鬼丸。やっとわかった。百鬼丸か。私もわかったよ。
見覚えがあるはずだ。お前さん、あん時の。何？国境に不穏な動きだと？は、警護に当たる兵の数が増えております。戦の準備ではと思われ。バカな、隣国の境殿とは同盟の間から。そちに探ってもらうことがある。どうしたんだよ。おい、痛いのか。なあ、おい、大丈夫かよ。しっかりしろよ。おい、どうしたんだよ。なあ。戦の時代はすでに何年もの長きにわたりこの国に続いていた。地と同国の光景は王子も何一つ変わりなかった。殺せ、早く。まだ生きて逆らう者どもに思い知らせよ。それも探しとけ。愉快の巻。おーい、花芽。こんにちは。おお、これ先生に。わ、ありがとうございます。なんの、こんなんじゃお礼にもなんねえけどな。先生のおかげでせがれはまた走れるようになったんだ。あんな人がいてくれるんだ。この世もまだ見捨てたもんじゃねえ。ああ。肩の筋肉の力で曲がるようになっている。練習すれば必ず動かせる。おお、腕だ、俺の。あんた、よかったね。ああ、本当にいいんですかい？こんなすげえものをタダで。わしの勝手でやってることだ。ありがとうございます。師匠、この男に使い方を教えてやってくれ。はい。次。中海先生は神様みてえなお人だ。ええ、本当に。師匠はみなしごだった俺に生きる意味をくれた。ここで働ける俺は幸せ者です。師匠、今までずっと。どうしましたか？樹海先生の家はこの先でしょうか？この子の腕を。
通りすがりのお侍に言いがかりをつけられて、大丈夫です。師匠なら必ず助けてくれます。少し時間がかかるかもしれんが、できるだけのことはしてみよう。本当ですか？ありがとうございます。よかったよかったね、うん、本当に本当にありがとうございました。すぐに元気に遊べるようになりますよ。実はどれだけ怖い人かと思ってましたけど、来てみて本当によかった。人の噂なんて当てにならないわ。噂？カナメ。師匠、本当なんですか？あなたが昔柴殿に仕えていたというのは。海に落ちたわしを拾ったのは大陸の船だった。そのまま大陸に渡ったわしは、手足を失った者たちに作り物の手足を補う技と出会った。罪滅ぼしなどというつもりはない。ただ何もせぬまま死んで楽になるのだけは許されぬと思ったのだ。一度死んだはずのわしは生かされた。わしにはまだすべきことがあると。芝陵金石の戦で私の父は死にました。父上、父上、父上。お前が父上を。要。頼む。命乞いか、今さら。わしの命などいくらでもやる。この仕事が済んだらいかようにしても構わん。だがあの親子との約束だけは。あの子のためだ。すまぬ。あなたは俺を救えない。
生きているのか。こんな生きたいのか。マルタか。はい、男の子にございます。おおお、でかしたぞ、オーク。立派な跡継ぎじゃ。お前そのカニに大層好かれたようだが、無理をするとその面に傷がつくぞ。どれ、何匹か持って帰って焼いてやろう。そろそろ戻ろうか。わしは再び生かされた。体のあちこちをかき、こちらの言うこともどこまで伝わっているのかもわからない。だがこの子には不思議な力がある。生き抜くための強い力。お前の名前だ。この世には何百もの鬼より恐ろしいものがいくらでもある。だが負けるな、百鬼丸。お前なら必ず越えていける。大丈夫か。今のは一体。ん？どうした？もののけが。力に惹かれ集まってくるのか。百鬼丸、わしもいつまでもお前を守ってやれるわけではない。お前が一人で生きていくために強くなるんだ。参りました。さすが多宝丸様、お強い。どうだ、僕はこの国で一番強いんだぞ。多宝丸、剣の稽古か。父上。高い。母上。あ、どうした。それより父上、この間の戦の話をお聞かせください。よかろう。
手当てをしてやらねば。痛みを知らねば恐れも感じぬ。切り刻み殺し命を奪い取ることに何のためらいも生じはしない。願いはただ一つ。生まれ持った運命に負けず強く生きてほしい。ただそれだけのはずだった。わしはまた間違ったのか。百鬼丸、無事か？どうした？百鬼丸、右足は手荒く動かしたからか？大丈夫か？これは一体何が？なんということだ。足だ。生身の足が生えた。どうしてこのようなことが。あやかしとは人を喰らうだけのものではない。時に彼らは人の心を惑わし、その力を貸し与えもする。人知を超えた力でもって人に恩恵を与え、代償として人から何かを奪っていく。お前もそういう因果の中で奴らに体を奪われたのやもしれん。わしは行けん。足でまといになるばかりだからな。結局何もしてやれなかったな。わしはただ殺生を教えただけで、お前を拾った時身につけていたお守りだ。持っていればどこかで本当の親と会えるやもしれん。Subscribe, like, and comment for more videos.